はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はバキキングオブソウルズの動画撮っていこうと思います。ということでね、ちょっとねガチャにね新しく、戦士の目覚めっていうね期間限定スペシャルガチャが来ているんですが、これに関してはね、登録後、7日間限定で回せるガチャですよということで、ね、まあ登録後1週間は経っているんですが、なんて言うんだろうね、まあ新しくね実装されたばっかりだから、今ね今から1週間回せるガチャだよということみたいですね。で、中身的には、普通の普通の闘魂ガチャの上位じゃない方と同じなのかな、この感じは。ただね、強化素材枠としてバキ飯が入ってますよと、あ、500、全部、バキ飯がね、500おまけでついてますよというガチャみたいですね。で、目覚めモードに入ると、まあ、普通の枠はこのままなんだけど、目覚めモードに入ると、星5が、19.98%、星6が 0.02% という形で、出るみたいですね。はい。という感じなんですが、まあ、とりあえずね、日付代わりの無料分、引いていきましょう。闘魂ガチャ。いや、今のやつを引くよりはね、闘魂ガチャ無料分で、グラップラーモード入ったらそっちを引く方がいいぐらいな感じなんですが、まあ、それすらもね、ちょっと上位が引けるようになったから、そっちに回したいよな、という部分もあるので、なかなかね、目覚め引きどころはないんじゃねえかなというふうに思ってますという感じかな。はい、まあ無料分からね、相変わらずちょっと星5は出てきませんね。1回ぐらいね、無料分から出てほしいなと思ってるんだけど、今のところなしですね。今回はちょっとね、チケットも溜まってきたのと、まあまとめて引けるようになったので、ね、これもちょっと引いちゃいましょう。まあ大体星3なんだけどね。地上最強を目指して何が悪い？はい、まあでもね、重なれば、連携がね、上がる可能性があるので、ね、はい、こんな感じですね。ね、まあちょっと10連、あと10連分は引いちゃおうか。地上最強を目指して何が悪い？そうだね。はい。なるほど。ちょっと、進化できるかだけ確認しましょうか。誰かできそうなのいるかな。微妙だな。スエドは10体しかいないのか。10体じゃダメ。加藤が、加藤が、あ、加藤いけるね。まあ、サンドバッグから出てくるからね。進化させておきましょう。サンドバッグに入った加藤とか出てこないか。星5で。星5で。ストライダムが、5人いるけど、6人必要なのか。じゃあ、ストライダムはリーチだね。ライダムはリーチですねという感じで、しのぎ交渉がね18人いるけど、あと1人出ないとダメか。惜しいな。で、闘魂連携上げられるかどうかっていう話で言うと、まあまだね上がりそうなところないかな。まあレツさんとバキがねレベル3にならないと、これは無理だし、他で言うと、まあ、ストライダム片平でね、上がれば、警察と軍人とかも上がるかな、とか。加藤を上げたけどね、勝美がいないし、ドリアンもまだプラスは上げれてないので、その辺もダメだし、絶妙に上がらんな、という感じですね。あ、花山がね、もし被れば、一番下の報告書とか上がるんだけどね。まあ、そんなところかな、今回は。まあ、ちょっとずつでもね、石を貯めながら、やっていこうと思いますという感じですね。まあ、戦士の目覚めはね、ちょっと中身見る限りは回そうとは思わないんだけど、もしかするとね、期間内に、1回無料とかね来てくれないかなとかいう期待はねちらっとしてるんだけどね。
まあ一歩の方だとね、初め回さないでいったらね、そのうち好評につき1回無料とかってね、やってくれたりする可能性があるからね。で、無料分回すと大体、目覚めモードに入ったりして、石使って回しなよみたいな誘惑をね、してくるんだよね、きっと。はい、というわけで、まあ今回はね、これで終わりにしようかなと思います。まあ特に収穫はなかったんですが、まあ、一応ね、戦士の目覚めの紹介ということなので、まあ、当たり出なくてもね、動画にはしておこうかなと思います。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。